アーサー・ジョージ・モリスンアーサー・ジョージ・モリスンは、イギリスのジャーナリスト、作家、推理作家、東洋美術収集家。1863年ロンドンのイーストエンドで生まれる。少年時代や教育については詳しいことは分かっていない。1886年から1890年まで事務員として働いた後、 新聞界に身を展示、ナショナルオブザーバーに席を置いた。彼はここで様々な寄稿をするとともに、ロンドンのスラム街を描いた作品を発表、本として出版して、評判を得た。以後スラムの生活を描いた小説などを多く発表し、作家として、名声を得た。東洋美術の第一人者としても著名で、収集した美術品は現在大英博物館に収蔵されている。 1894年にシャーロック・ホームズが最後の事件によって連載終了になるとその穴を埋めるべくストランドマガジンはモリスンに新しい推理小説の連載を依頼した。こうして1894年から1903年まで探偵マーチン・ヒューイットの登場する推理小説が連載されることになる。マーチン・ヒューイットは決して超人的ではない平凡な 探偵だが、ロンドンの風俗描写や、シュドニーバジェットの差し絵などで、なかなかの人気を博した。後年ワンダインや、その他の評論家からも高く評価されている。古い翻訳は、マーチン・ヒューイットの事件簿、世界短編傑作集1で、第1短編集は、網羅されている。米大は、ザグリーイン・ダイヤモンド。ありがとうございます。